それでは20秒で習得されるというか習得できる簡単な、サルサの足型をしてみたいと思います。コグニダンスのサルサ部門でも使われている簡単なパターンです。ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。で、また繰り返しになります。じゃあ簡単に説明しましょう。とにかくダンスは足の踏み替えをしますので、男性右足に体重を置いて、女性は左足に体重を置いて、反対足からまず全身、女性は交代をして足踏みしましょう。トントン、まあ、こういう感じで前進したり交代したり揃えたりしながら動きますというか踊ります。まず男性左足前進、女性右足交代で1、2揃いましょう。で3、4と2拍同じ足で待ちますね。まあ、1拍でステップして1拍待ちます。そうすると今度は男性交代して5、6揃えて7、8、また最初から繰り返します。1、2、3、4、5、6、7、8。では2つ目のパターンは、まあ、先ほどこういう風にしたところを二人ともこちらを向いて、内側の足、男性は左、女性は右足から前進して、ポン、ポンと足踏みします。で、向かい合って少し開いて、反対足に体重を置いて向かいます。今度こちら側に同じように、5、6、7、8。もう一回、1、2、3、4。で、二回目の後半は、女性が回転するようにしますね。だから5、6、7、8、ちょっとややこしいんですけどね。女性はこういうふうに1、2、3、4ときたら今右足に体重を置いているので、左右と普通にこう左右と足踏みをする感じで男性の腕の下で左右そして左というふうにステップして向かいます。では反対向きに最初からしましょう。用1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、2種類目、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。余裕がある方は3種類目のにも挑戦してみましょう。2種類目の時は、まあ、男性右足じゃなくて左足、女性右足から前進して足踏みをしましたが、これをずいずいずいとして交代に変えますね。だから1、2、3、4、交代戻って7、8、1、2、3、4ですね。で、まあ、同じこれをしてもいいですが、2回目はそれでは芸がないので、2回目、1、2、3、4ときたら、先ほど女性が回ったように、今度は男女一緒に5、6、7、8と、こうすると2種類目をさらに発展させた形になっていいですね。では反対向きからしましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、2人で一緒に5、6、7、8と、ね、こういうふうに、なります。では一応3種類で、3種類がちょっと難しいかもしれないので、3種類全部をマスターするのは、まあ、とりあえず一番最初か、一番最初と2種類目をマスターするといいです。そして、まあ、一応サルサですけども、ちょっと軽快な
アップテンポといいますか盛り上がるような4拍子の曲だったらば別にサルサでなくてもどんな歌謡曲でもジャズでもどんな曲でもね合いますから、本当は曲をかけたいところですけども音をクリアにするためにメトロノームのチーンカチカチで合わせてみたいと思います。1、2、3、はい。では頑張ってください。